All right, so I'm gonna be honest with you. I have no idea what to expect with Jump Force and what type of experience we're gonna have together playing it. But I think it's gonna be pretty much, if I were to sum it up, it's probably gonna be shut your mind off and have endless anime fun, because this is basically, it's literally all the animes you can think about piled into one game, into a fighter. And yeah, that's pretty much it. So hopefully you guys are going to enjoy this look at the game. If you guys want to see more, let me know in the comment box below. And other than that, let's jump into it. Turn our minds off and have a lot of fun. それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さん、なかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。おや、お連れの姿が見えませんね。おめえを止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。Oh, Avatar Creations. I'll go with Type A. Oh, this might take a while. Do I'm not, like, to be honest, this isn't that bad to start off with. Alright, this is what I came up with. I think it's pretty good. I went with this voice. Nice, deep and manly. Alright, let's jump right into it. I think we're gonna go basic. We're gonna call him what we are, a hero.
Rebirth. Buji, 再構築できたようですね。初めまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。So anime. リザー、この世界をおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない。戦ってください。今のあなたならできるはずです。I don't know about that, man. あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。Basics.Look at that movement, boys. We got the smash, now we got the rush.Feels so powerful. I can feel the punches. High and low rushes.So there are not many options for this game in terms of voice acting. Literally, the game just dropped me right into it, so I don't think there's any English variations. Whoa!Lush! I didn't expect to have a character creation, to be honest. Yeah, I thought we were just gonna play as traditional anime characters. I would have been happy with that. That would have been pretty hype by itself.There seems to be some sort of substitution technique going on here as well. Heal my way around the controls. Dash? Where are the special attacks, man? ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう。Let's go, Frieza. これだから人間は。勝負はお預けです。待て。新しいお仲間の心配はいいんですか。それでは。また。Don't you run away from me, boy!
大丈夫ですか？よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。運命ももいっぺんあるぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんのはまだ慣れねえな。Just putting two fingers on your forehead and go anywhere you want. We all don't have that luxury. I saw the more recent Dragon Ball Z movie or Dragon Ball Super movie the other day. Oh, Goku の おっちゃんが帰ってきた。すまねえ。フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それがジェイ・フォースだ。ジェイ・フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君もジェイフォースの一員だ。期待しているぞ。 We're the strong silent type. ガレン、計画はどうなっている？ジェイフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。
早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。All right, so we gotta join a posse. When do we learn to double jump? Oh, look at all the people! There are people chilling around here. Let's go learn about everyone.Guys, a Capsule Corp jacket already. よく来たな。ベータチームのリーダー、ルフィさんです。お前、海賊になりたいのか？だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから。飯がうめえぞ。ジーザス、マラワはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。Didn't really give me much information to go on with here. Other than I thought we'd learn more first, but I guess not.So that was beta. I think we can all agree there is really only one choice. Only one possible choice we can make. How could you not choose Goku? How?チームのリーダー、孫悟空さんです。お前が噂の新入りか？なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か、試してみるか。やめとけ、ゾロ。まだ新入りだぞ。騒がしい。よそでやってくれ。まったく、どいつもこいつも。こんな連中ばかりだが、それでもよければ、俺たちのチームに入るか。Let's just join your team. Maybe we have to talk to them all before making a choice. My second choice would have been Naruto.
Who wants to jump in online battle? Get our asses handed to us. Sounds so fun. Naruto! よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければ、ですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたら、ぜひ俺たちのチームへ。All right, that's everyone. Okay. Hi. All right, back to Goku. Now that we've talked to everyone, maybe we can make a choice. Even though Naruto's team is pretty sweet.A lot of stat characters. But, you know. Maybe I just go down. Maybe I don't have to choose anything. Just go down.Yes. Alpha. よし、そんじゃオラが一応来てってやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったら。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。 J-FORCE のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ、要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあ、かかってこい。I was already using this. How does it charge? Oh, I have to stop moving for a second.
おりゃてっ、えいっ。Oh, damn! Four, five, max power. That was the longest thing ever. Kamehameha! Gaara's attacks. Oh no. What are you doing? It's just like a smorgasbord of anime attacks that we all love and recognize. He blocked it. How do you break a guard? Oh, come on, dude. Not gonna let me hit you with the Kamehameha? Come on, man. There we go. Ooh. He's shirtless. That battle damage. Shao, Ome, tsuei na. Kore kara Ome wa ora tachi no nakama da. Itaro minna. Ma, touzen daro. これからよろしくな。アルファチームに登録します。へへー。 Basically have the Sharingan steal abilities for everyone that we fight.Oh, dang! I'm pretty sure this was...the same storyline from the last Dragon Ball fighting game. I'm just saying. Okay.
So all the counters are now open. Do you want to buy stuff now? Oh, we got an event. We got an event. Oh, come on, dude. Don't be chintzy with me. How about missions? What you got? So much money. Oh, baby. Burning attack. I think I'd rather focus on outfits, though. Can I preview it first? Do the Yugi Moto? No? That's lame, dude. Gee. Oh, dang! Oh, I didn't need to spend money on this. We had some cool default ones already. Why not? Let's dress up as a Saiyan. Let's do it. Maybe not. Socks. Okay, I must. Maybe we have to go back to that guy again. That guy in the basement seems to be the holder of all the missions. For a second there, I thought he was Xehanort, just based on the look of his back. Everyone's just rocking the Trunks outfit. Literally everyone. I will be unique. Cosmic Cube の力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。Head to the mission counter. Nemo. Key missions. Oh, thank God I don't have to play as my own character. Oh, wait, no, it's just my team. Okay, fine. Awakening, boys.
やる。行くぞ。Sweet Jesus. What attack was that? Oh!Kind of lackluster, to be honest with you, mine. Dang! Super Saiyan Blue! Makasete kudasai! Okay, I did that mission. What do you got for me, man? Go back down here again. It's just back and forth. が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと、あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん、ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだな。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。You can count on me, man. Let's do this thing. 転送完了しました。父さん。ピクロ、ベノムズは任した。うん。トランクスとおめは、オラと来い。三人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。Let's do this, man. Feels so powerful. There's no Rasengan here, bitch. Give you a little bit of Gaara.How did you get your wing ability already? Wow, man. That's lame. So there's shared health amongst all the characters. Whoa! You Ibuki! Kamehame! Kaioken! Kaioken attack! Area! Area! Warrior! Yatta! Vegeta!
おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。と、ふん、と、ふん、決める。バカな。任せろ。Oh, Trunks in here, man. Get Trunks in here. Goku-san, yeah, boy. Beat up your dad. Burning attack. Give the old Frieza attack, are ya? Yeah, run away. I'm just gonna charge, man.Charge all day long. Stop blocking.I don't even get a chance to get my waking ability. Yatta za! Mite kudasai! Tōsan!コズミックキューブ、なんてまがまがしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意思に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もそのジェフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやらも。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。俺は、あの女、一体。諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。
ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。ふん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。Who's this guy? What a motley crew.だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだろう。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。Back to the missions up top. I guess we're going to North America next. Show me those missions. Show me them. Key missions. Whoa.A lot of stuff that we can try. What to do? But all right, ladies and gentlemen, that'll be it for the part one. I don't know if this is gonna be a full series or not. Not sure how I feel about playing as this guy. I honestly would have just preferred just playing with one of the anime characters instead of force feeding myself into this main character. But maybe the rewards will pay off in the end. But.Until then, thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed. As always, if you enjoyed, thumbs up are always appreciated. And I will see you guys next time. As always, have a fantastic day.